しもしベンチでささやくおくたりさん、早くお帰り夜が更ける、やぼな説教するんじゃないが心は近頃物騒だ、話の続きは明日にしたら、そろそろ広場の日も消える。もしもし家出をしたのか娘さん、君の気持ちもわかるけど、国じゃ父さん母さん死ぬほど心配してるだろう、送ってあげよう、任せておきな、今なら間に合う終列車。もしもしケーキはどうだい名古屋さん、今朝も一本もらおうか、呼び声聞けば夜勤の疲れも忘れるぜ、卒業するまでへばらずやんな、間もなく夜明けだ日が昇る。もしもしタバコをくださいお嬢さん、今日は非番の日曜日、職務質問系を忘れあなたとゆっくり遊びたい、鎌倉あたりはどうでしょうか、浜辺のロマンス